皇居では27日、天皇皇后両陛下が皇族方や親族を招かれ、年末恒例の昼食会が開かれました。両陛下主催の昼食会は皇居宮殿で正午から開かれ、皇族方や親族など30人が出席されました。昼食会はこの時期恒例のもので、両陛下は出席者から年末の挨拶を受けられたということです。 天皇陛下は大晦日はお祓いの儀式に、元日は早朝から国の安寧を祈る神事に臨まれます。また、宮内庁では今年しの代替わりに伴い、皇室の戸籍にあたる皇統府を更新する手続きが行われました。両陛下や上皇ご夫妻などの身分の変更が登録され、西村康彦長官らが署名されました。